こんばんは、田坂博史です。風の矢は今夜はその第30話ですけれども、今夜は田坂塾で私が塾生の皆さんに話している、いろいろなテーマの中で一つ大切なテーマについて話したいと思うんですね。それは人間の真の強さとは何か、真の強さ、本当の強さとは何か、このテーマについて今夜は話をしたいと思うんですね。で、ただこのテーマを語るために、最初に、いろいろな書籍でも著書でも述べている紹介している一つのエピソードをまた、ここで紹介したいと思うんですね。それは、ずいぶん昔、私自身が、新入社員として働き始めた頃のことですね。職場に、一人本当に素晴らしい上司の方がいらっしゃったんですけれども、この上司の方がある日私を、食事に誘ってくれたんですね。本当に、洒落たレストランに、連れて行っていただいてですね、本当に楽しく食事をして時を過ごし、その食事を終えて、最後のコーヒーを飲んでいる時だったんですね。その本当に物静かな上司の方がですね、ふと独り言のように語り始められたんですね。で、こうおっしゃったんです。毎日会社でいろいろな問題にぶつかって苦労するよね。その時は組織に問題があると思ったり、周りの誰かに責任があると思って腹を立てたりもするんだけれども、家に帰って一人で静かに考えていると、いつも一つの結論にたどり着くんだね。すべては自分に原因がある、そのことに気がつくんだね。この上司が語られたこの言葉を聞いた時に、最初、この上司が仕事の苦労の話を、10回されているのかなと思ったんですね。さらにはこの上司の方、本当に謙虚な方だなとも思ったんですけれども、その夕食を終え、帰り道に着いてですね、一人夜道を歩いている時にふと、その言葉が心によみがえってきたんです。で、そしてその時はっと気がついたんですね。この上司はご自身を語る姿を通して、若く未熟な一人の人間、当時の私に大切なことを教えてくれていたんですね。それは引き受けということだと思います。言葉を変えれば、全てを自分自身の責任として引き受けることですね。もちろんこれは決して簡単なことではないんですけれども、そして誰にもすぐにできることではないんですけれども、もし我々がこの引き受けという心の姿勢を大切にして歩むことができるならば、我々は確実に一人の職業人として、一人の人間として成長していくことができるんですね。で、逆に我々が成長の壁に突き当たる時というのは、この引き受けができないんですね。いろんな苦労や、難題がやってくる、失敗や挫折がやってくる。で、何が起こっても常に自分以外の誰かに原因がある。そして自分以外の何かに原因があると、自分以外に常に原因を求めようとしてしまう。言葉を変えれば、他責、誰か他を責める思いになってしまうんですね。で、今振り返れば、あの当時の若く未熟だった自分は、ちょうどプロジェクトを任されて、かなりいろいろな苦労があった。その苦労の中で、どこか組織に
不満を持ったり、周りの同僚に不満を持ったりするような思いがあったんだろうと思うんですね。で、その私の心の動きを知って、まあそれを説教するわけでも叱るわけでもない、ご自身のことを語るような姿をとって、大切なことを教えてくれたんですね。で、こうしたその自分以外に責任を求めてしまう、その我々の心、まあ、誰の中にもそういう心があると思うんですけれども、その背後にはその我々の心の中の小さなエゴと呼ぶべきもののうごめきがあるんですね。で、その小さなエゴは常に我々の心の奥深くで、まあ、俺は悪くない、私は間違ってないと叫び続けているんですね。そして我々の心が強くなければ、自分の心の奥深くでそのようにうごめくその小さなエゴの姿さえ気がつかないんですね。ではどうすれば我々はこの引き受けができるようになるのか。まあそのことを考えるとき、もう一つ大切なエピソードがあるんですね。これもいくつかの著作で紹介しているエピソードですけれども、相撲の世界でのエピソードです。ずいぶん前のことなんですけれども、まあ現役時代に大関として活躍したある親方がですね、ある雑誌か何かのインタビューで、まあ、膝の故障で、まあ、長期の休場を余儀なくされた、まあ、苦しかった時期、苦難の時期を振り返って、まあ、こうおっしゃったんですね。絶好調に慢心していたあの頃の私は挫折をしなければならなかったんです。あの挫折によって私は多くのことを学びました。これも本当に深く謙虚な言葉だと思うんですね。で、この言葉の奥にある人生の出来事を深く解釈する力、これが私は本当に大切なことだと思うんです。この方、膝の故障で長期の休業が余儀なくされたことを振り返って、なんと運が悪かった、あの頃の自分は本当に運が悪かったと嘆くだけではない、いや嘆くことはしない、むしろあの挫折はする必要があったんだと正面から受け止められるんですね。この人生の出来事を深く解釈する力、これは言葉を変えれば、人生において自分に与えられた苦労や困難、失敗や敗北、挫折や喪失は自分自身の成長のために天が与えたものである。そうだとするならば、今この出来事から自分は何を学ぶべきか、いかなる成長を遂げるべきか、そのことを考える力、それが解釈力と呼ぶべきものなんですね。そしてその解釈力を身につけるとき、我々は自然に与えられた出来事の引き受けができるようになっていくんですね。すなわち、この引き受けという大切な心の姿勢を身につけるために、我々に求められるのは、この人生のさまざまな否定的に見える出来事を肯定的に解釈する力、その解釈力が求められるんですね。そして人生と仕事において難題や苦労、失敗や挫折を味わいながらも、この解釈力を身につけ、引き受けの覚悟を定め、道を歩んでいくとき、いつか自分自身に一つの強さが与えられていることに気がつくんですね。静かな強さ、そう呼ぶべきものですね。これは誰かに勝つ、競争に勝つといった強さを超えた、人間がその人生を通じて生涯をかけて身につけていくべき真の強さ、本当の強さに他ならないんだろうと思うんですね。あの何十年も前、あの時、あの物静かな上司から伝わってきたものは
その静かな強さ、真の強さだったんだろうと思うんですね。本当にありがたいご縁を得たと思っています。今夜はそのことを申し上げたい。それでは次回また。